ほんとね、まあ、他これどこまで言っていいんだろう、どこまで、うん、どこまで言っていいんだろうね。そう、まあすごい可愛いですよ。企画、まあ何をやるか、どういうものを作るかっていう打ち合わせから結構いろいろ参加してやってたんですけど、あのね、まあ1回目撮影して次何やろうかとかなった時に、あれやりたいとかってまたそれを形にしてもらったりとかして、あのね、すごい楽しい時間だったので、なんだろうな、写真集撮ってるって感じはせず、そう、絵本みたいなものを作りたくて、だからちょっとアナちゃん、アナちゃんすいません、絵本みたいな写真集です。でも昨日考えてて、もうちょっとああすればよかったとか、これできたなとか、ちょっと思い浮かんでちゃって、考えちゃって、ね、まあ、でもまだ完成されたのかな、されてないのかな、完璧にはもしかしたらまだされてないので、完成は見てないんですけど、私もきっと素敵なものになると思うので、来年の2月、予約みたいなのあるのかな、いつか始まるのかもしれないし、もあるのかもしれないし、ちょっと分かんないんですけど、分かったらチェックしてくださいっていうインスタライブでした。他に言った方がいいことあるのかな、他なんか言った方がいいこと、あとは何だろうな、来週も情熱大陸後編があるので、うん、まあそれは時間があるというか、どんな写真があるの、どんな写真、いっぱい素敵な写真があります。でも本当にカメラを意識してっていうのがなんかあんまなくて、私対、うん、奥山さんみたいな感じだったから、すっごい楽しかった、うん、すっごい楽しかったです。やばいやばい、7分で完結しそう。なんか写真集について聞きたいことある方、答えれるか分かりませんが、どこで撮影したの、これさ、だからどこまで言っていいの、イベントとかしますか、イベントとかするのかな。でもなんか普段イベントとかあんまり私やらせてもらってもあんま喋れないんですよ。そうだから昨日のそれこそ情熱大陸見て気づいた方いると思うんですけど、なんか人前とかになるとなんていうのぽいことしか言えないの。すっごいね、あっさいことしか言えなくて、だからちょっとまあなんかできることがあるかどうか考えてみましょうかという感じです。でもね、3箇所3回さ、うん、待って、どこまで言っていいか分かんないからちょっとやめとくね。
でもいっぱい写真あります写真集だからそりゃそうだろうけど。他何か写真集でも写真集ってね、写真集って恥ずかしいですね。もうこれレジャートレジャーが出たらもうちょっとしばらくはいいかなという個人的な気持ちとして、なのでぜひ。いつ頃のやつですか？カレンダーですかね。カレンダー、カレンダーじゃない写真集は、あれ私さっきからカレンダーって言ってた？写真集が2月初め、それはいつから撮り始めたのかな。表紙がロングじゃないですか。ロングだから、ほんとコロナ前ですね。前からそうそう撮ってた。山本舞香ちゃんいるよ。舞香いるの？舞香、舞香かのさ写真いつも可愛いよね一枚ずつじっくり見てますよ。ねえアナちゃんがさ足捕まえてくる。これちょっと聞いてみるね。どこまで喋っていいですかって誰に聞けばいいんだろう。誰に聞けばいいの。ちょっと見じゃない人に。あ、そうだそう私ね、分かったでしょ。あのすごいね、カメラあるとカメラ見ちゃうの。あ、めっちゃカメラあるみたいな感じで。ごめんなさいね。何聞くんだっけ。何、あ、そうだ、何、あ、間違えた。ほんとごめんなさいね、こんなインスタライブ。なんかないですか皆様。写真集約しました、ありがとうございます。じゃあ予約はもうあるってことなんですね。予約はなんていうの、始まってるっていうの、予約は開始されてるので、なんかここからみたいなのあったら私か事務所の SNS で上げてもらいます。どこ行ったかは言っていいみたい。え？そう。あ？どういうことだ。無事態は。ちょっと待ってくださいね。始まる前にやっといてって感じですよね。今日はアリスちゃんはいないですよ。お姉ちゃんのドラマ今日でしょ確か。で、
にしようか。マイカが、え、これマイカだよね。ふやけるまで見てくれる。ププ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 プ。何してました今日皆さん。待って、そうそう、あ、どこで撮ったかじゃあ今から言いますね。あの、何回か撮影して一箇所はベトナムに行きました。わーい、ベトナム、初ベトナム、初ベトナム、ベトナムがねめっちゃ楽しかったの。私あんまり地方含め地方の撮影とかなんかそういう、まあ、どっか行くっていうのがあんまり好きじゃないんですね。結構家に帰りたくなっちゃうタイプなんですけど、そうだけどあんなに海外が楽しいものだなんて、と日本食食べてたけど。ベトナム行って撮って、あとはなんかこういろいろ他にもちょくちょく撮影したりしてました。やばいね、海外これまでどこ行きましたか。どこ行ったんだろうね。でも全部お仕事で行ってます。なんか一番最初多分グアム行って、それも写真集か。でもね、大人になってというか二十歳とか過ぎてもう一回行きたいなって思ったのは。行きたいなと思ったのはパリです。パリはね、なんかファッションウィークの時に行ってすごい楽しかったんですよね。そうそう、どうしましょうか。なんか気持ち悪い、自分の口。そうですね、どうしよう、なんかないですか。どうしよう、いつまでライブ。でももう18分もやってるのか。ほんとごめんなさいね、なんか何の中身もなかった、喋れることが。でもその2月発売のレジャートレジャー、いや本当可愛いですよ。なんかデザインとかもこんな感じがいいとかあんな感じがいいっていうのをみんなで共有して、自分も結構意見出したりとかして、すごいね可愛いんですよ。
写真も可愛いし、そう、なんかこう余白ある感じも可愛いし、なんかね、ちょっとこれはまだ形になってないどうなるか分かんないんですけど、なんかちょっと表紙のなんていうの、本のなんていうのなんていうの、こうなんかこういうなんかなんていうの、これカバーなのかな、なんか仕掛けみたいなのがすごいついてる本があって、それを今回あのデザインとかアートディレクター入ってくれた中井さん方がいろいろ見せてくれて、いやこれめっちゃ可愛いっていうやつが一個あったの。だからそれをなんていうのマジ語彙力がなんていうの、それをちょっとどうなってるか分かんないんですけど、表紙の仕掛けみたいなのもどうなってるか分かんないけどすっごい可愛いです今までにない感じ。それはなんか絵本っぽくてすごい可愛かった。何質問ボックスって、あ、さくちゃん見てくれたの、ありがとう。すごい可愛いです。なので楽しみにしててください。だから予約してください予約してください。今はあれですけど、写真集はあの3回目なんですけど、結構な、あ、写真集っていうかこうちゃんとこうちゃんと写真集は、え、ちゃんと写真集、そうは3回目、だけどね、どうやって予約するんですかね、なんかあるのかな、なんかきっとでもあるんでしょうねちょっとそれ聞いときますね。ちょっと事務所の方見てるかな、見てたら送ってください、私にお願いします、事務所の方母さんサインしてね、お姉ちゃんのサインでいい奥くんかな、アマゾンで買えるって、ありがとう奥くん、みんな GO、 アマゾン GO、 そうですね、公式ツイッター、公式ツイ、私の、え、違うよ、私何も載せてない、あ、やば、ってな感じですかね。あ、そう、なんかね、そう、通常版、そう、なんか静岡と、地元が静岡なんで、静岡と北海道だったかな、なんかちょっとあれが違うみたいで、てかそういうのをいろんな地方に行ってなんかこうできるマネージャーさんからアマゾンで予約できますって来た、アマゾンでできます、でもアマゾンは通常版がきっとできるんでしょうね。
静岡版とかはもしかしたらあれがあれです。あ、ちょっと待ってね。あ、まあ、だから静岡版、北海道版とか帯広、夏空が朝ドラが帯広だったので、帯広版があります。すいません、そんな感じです。どうしよう、なんかさ、ほんとしょうもないことしか喋れてない。夜ご飯何食べようか。あ、帯広版はこれ札幌の書店とかでも予約はできるようです。各書店、地域の各書店でできるみたいです。静岡にいたらできるんだと。で、北海道の方は帯広版として出すけど、札幌の書店でも予約はできます。つうことだと思います。合ってるか、間違ってたらみんな間違ってるって言ってね。いや、みんな分からんか、知ってる人です。アーカイブってさ、やり方が分からんのですよ、私は。だから多分今回も残せません。北海道とか静岡でしか買えないですか。多分そうだと思います。そうだと思う。だから多分静岡、北海道の方以外は割と予約で買われる方とかは通常版が、何が違うんだっけか、なんかね、仕掛けが違います。いや、一緒だわ、仕掛けは。仕掛けの中身が違います、確か。そんなことだと思う。ちょっと見たら、私も完成を見たら、見たっていうね。今ね、そう、仕掛けの中身はポストカードみたいなのを今回こう入れるところを作って、でなんかそれがね本当に可愛いんですよ。その入れてるってデザインがすごい可愛かったから、ちょっと真似しました。いや、ちょっとだけアイディアをもらいました。別のなんか中井さんが持ってきてくださったものの中から。ほんで、そう、その中身が多分違うんだと思います、そのポストカード。限定版？限定版もあるの？何限定版って？その私が何も、ちょっと見てくださいね。あ、そう、ポストカードが2枚
の内容が異なるみたいです。そのいろんなバージョンは。でネット予約可能なのは通常版のみです。そんな感じです。あ、そういうことか。限定版とかは静岡限定とかそういうことの限定ってことね。なのでネット予約は通常版のみです。おいマネージャー任せかなって本当だよねだから全部変えたいときどうしたらいいの。全部変えたいときは本当にお手数をおかけいたしますが、静岡に行って静岡版ゲットして、北海道に行ってゲットして、今やってるか分かんないけど、私が前にテレビで紹介した山芋のお好み焼きも食べて帰ってきてくださいなんかできたらいいですね、その発売記念かなんかのね。30分もしてるじゃん、どうします、どうしましょうか。あ、静岡版と帯広版の販売方法の詳細は後日書店の公式アカウントで発表されるみたいです。です。ん、北海道と静岡行って売り切れてたら、いや売り切れてないですよ、絶対絶対ある、絶対ある。なのでちょっとお願いします。そろそろ後日ね、静岡と北海道のものは一つのスマホでクラスみんなで見てますやめとき。はい、そんな感じです。もうあれですか、は、こんな感じですが、よろしいでしょうか。夜ご飯、うわ、鯛めし絶対美味しいじゃん。ぽい。よし。よろしいですとのこと。じゃあ韓国ではどうやって食えますか。イートヤちゃんもいるの。うてー、本当これさ、このさ聞いた気分かんないね、インスタライブって。
まあそんな感じで写真集レジャートレジャーよろしくお願いいたします。予約のやつ送ってもらいます。あ、じゃあ皆さんごめんなさいね、メール見て一人で笑ってました。それではあ、じゃあもう念のため、念のためじゃない、もうインスタライブやっちゃったんでカレンダーもお願いします。カレンダーはあの会社のちょっとカレンダーの話今こっちに置いて、写真集はホームページにもあの上げてくれるみたいな、うちの事務所のポスタープラス、そこでもちょっと見てみてください。そうカレンダーも今回カレンダーもちょっと最後にしようかなと思ったので、あのいつも自由に好きなスタッフさんとかお願いして撮ってたんですけど、最後は、まあ、去年マーラに撮ってもらってお友達に、今回はエータさんにお願いして撮ってもらいました。なのでそちらも予約も始まってそうな気がする。11月、今月発売じゃないかな、あ違うか、もう適当なこと言った今。でもカレンダーもすごい可愛いので見てください。それでは皆様ありがとうございました。バイバーイ。あれ、これどこだよ、あ、バツか。ありがとうございました。ピースして、おやすみなさい。